皆さんこんばんは、リサです。今日の動画はですね、リクエストがすごく多かったものなんですが、私のスキンケア使ってるもの全部紹介していきますという動画です。はい、使ってるもの全部って今机の上に並べてみたんですけど、すごい量になっていて、アクティブで使っているものからスペシャルケアで使うものとか、結構私の中でちょいちょい使い分けがあるんですけど、まあそんな感じのことを紹介していけたらなと思います。で、まずはクレンジングから紹介していこうと思います。一つ目がこちら、ジバンシーのスキンドリンクで、これ結構買ったの昔で使ってなかったんですけど、朝日さんとコラボした時にリップをこう塗り分けるみたいなことをした時に、こう落とす時に使って、ジバンシーの拭き取り化粧水ってこんなに落ちが良かったっけって、これは帰ってきて本当疲れちゃって、メイク落とすのがめんどくさい時とかにも使ったりするようですね。もう寝ながらもうこんな感じで落とす時用みたいな感じで使ったりしています。結構時期によってどういうメイク落としを使うかっていうのは本当に変わるんですけど、このメイク落とし使うの結構めんどくさい時用って感じですね。もう一つ、こちらもジバンシーなんですが、クリーンイットシルキーってやつで、こちらはオイルタイプになるんですが、メイク落としとしてももちろん使うんですよ。オイルだからマスカラとかも落ちるし使うんですが、前紹介したやり方通りで、こう小鼻とかがちょっとザラザラして角栓が溜まってるなっていう時あるじゃないですか。私はどっちかっていうとマッサージオイルじゃないんだけど、そういう感じとして使っているオイルです。まあすごい高いってわけで、3000いくらぐらいで買ったから、そこまでめちゃくちゃ高いっていうほどの額ではないですが、まあ毎日使うとオイルとかって結構減り、あっという間に減っちゃうじゃないですか。まあケチってるんだよ。例えばエチュードのマスカラとかめちゃくちゃ落ちにくいじゃないですか。あとケイトのマスカラ下地とかも落ちにくいじゃないですか。そういうのの時は愛だけこれで落として、他のもので落としたりとかも使います。これは結構ね、万能な優秀な子だと私は思っているのですが、まあ毎日使い用としては使ってない、そんな使い分けをしています。次こちらですね。まあなんといってもコストパフォーマンス、200g で780円というこのお安さがいいですね。私の動画でも結構昔か、もう2年前ぐらいですかね、実家に住んでた時だからもっと前か、3年前とかかな、から出てきているジェルなんですけど、本当にマスカラとかも超よく落ちるんですよ。ちゃんともっとケアしないといけないなとは思ってるんですが、マスカラとかこう別でアイメイクアップリムーバーで落として、でまた顔は別でって、ちょっと私的にめんどくさいんですよ。でめんどくさいから一発で落ちるこのマイルドジェルクレンジングは未だに好きで、やっぱり使っちゃいます。まあなんで今使ってるかっていうと、たまたま買ってたストックがあって、それを発見したから今 Now 使ってるってことなんですけど、洗った後ちょっと突っ張っちゃうよっていう人もいるかとは思うんですが、私はもうこの落ちの良さ、ジェルクレンジングでこんなに落ちるメイク落としって本当に、しかもこのコストパフォーマンスでっていうのがなかなかないと思ってるので、私はこれをやっぱり愛用してます。で次はこちら、こちらもリピ品です。インビプラス V カーボクレンジングっていうものです。でこちらはスプレータイプになっていて、泡で出てくるんですけど、これダブル洗顔不要のやつなんですが、出るスピードが遅いとか匂いが好きじゃないっていうのはあるんですが、落ちがこれもすごくいいです。結構濃いめのマスカラとかもしっかり落ちてくれるタイプです。これはスキンケアの棚、これとこれは洗面所に置くものとして置いています。いろんな場所にメイク落としを置いていますね。帰ってきてもうとりあえずメイク落としたいっていう時に使うのはこっちです。でお風呂に入る時はマイルドジェルクレンジングとか使ったりしています。クレンジングの説明をしていると洗顔の説明も入ってきてしまうんですが、それはですね、まあこういうのもうダブル洗顔不要ということで、クレンジングだけど洗顔の効果も兼ね備えてるよみたいなことがあるので、もうもはやクレンジングと洗顔の境目っていうのがもうよくわかんなくなってきてるんですけど、まあこれもまたその一つですね。これはメイク落としでもあり洗顔でもあるマドンナスキンのザ・フェイスウォッシュで、これはメイク落とし兼洗顔というものになっているんですが、主に私はこれは洗顔として使っています。まあなんでかっていうと、これは濃いマスカラとかは落ちないです。ウォータープルーフタイプに関してはこれでは完全には落ちきらないので、まあそういう時はさっき出たこういうのだったり、まあ他のものでメイク、アイメイクとか、あとティントかな、リップとか濃い部分を落としてからこう肌の部分を洗うっていう感じですね。でもなんかこれでメイク落としとしてした時にリキッドファンデ多分すっごくなんか使ってたんだけど、なんかここら辺とかパッと見の目視でもなんかこう落ちてなくて、目視で落ちてないっていうことは全然もう
落ちレベルとしては全然落ちてないなと思ったので、まあそこからメイク落としとしての機能はこれには頼ってないです。でも洗顔としての機能は結構好きで、軽いんですよ。なんかこれは購入品で紹介した時もちらっと言ったかもしれないんですけど、なんかこう使い心地の軽い洗顔で、私はこれはこれですけど、ちょっと匂いが結構ハーブ系なんですが、それがかなりきついので苦手な人もいるかとは思うんですよ。まあ私もこの匂いがすごい好きかと言われたら別にそんなに好きではなくて、強いんで匂いが、なんですけど使い心地が軽くて好きで、最近は本当よく使っています。前これどこかで使ったことあるな、こういうタイプのものって思った時に思い出したのは、私が看護師1年目の時ですよ。やっと社会人になって自分で稼げるようになって使えるお金が増えた、そんな時にエステに行って契約して、なんか買わされたというか買った時のあのあれに似てるあの洗顔にめちゃくちゃ似てる。あれもなんかダブル洗顔不要って言ってたけど、大してマスカラが落ちない感じだった。すごい思い出しました。あれ某エステ店のあのメイク落としもあの洗顔も結構好きだったんですけど、なんかそれを思わせてくれるやつです。なんか別にいいイメージないみたいな感じのオチになっちゃったけど、でも私は結構これは好きです。まあでもこれ4800円するからね、まあそこそこ高いものなんですよ。まあちょっと高いかなみたいな感想はい、これは私が持ってる洗顔の中で一番高い、ジバンシーの1万円いくらぐらいするやつですね。これはジェルタイプのクレンジングなんですが、こう磨き上げるやつね、磯のカツオの頭みたいので、前紹介した動画があるかと思うんですけど、これも結構なんかケチケチ使ってて、これはお風呂で使ってるタイプです。まあさすがに1万いくらのやつをこう毎日使うかって言われたら、なんか毎日使った方が効果が早く出るのかもしれないけど、なんかちょっともったいない気持ちになるじゃないですか、庶民だから。明太子1本ご飯に乗せて食べるんじゃなくて、ちょこちょこ切って毎日の楽しみで食べるみたいな、そんな感じですよ。スペシャル系ですよ。やっぱりこれを使って付属のスポンジで磨き上げた後の肌のこの感じがやっぱり違うっていうのが私は感じるから本当に好きです。だからなんか肌の調子がちょっと悪いなとか、明日イベントだなとか、そういう時はこちらを使っております。毎日使いできる値段ではない。なので主に最近はこっちの洗顔をお風呂で使って、そういうスペシャルな日の前とか、まあちょっとケアをプラスしたいって時に使う洗顔ですね。ラッシュのブッシュドノエルですね。クリスマス限定で出ていた洗顔です。これもまあちょこちょこ使ってて、なんかこんな感じです。これ何って言ったら、これノリです。なんとノリがダイレクトで入っているというタイプになります。これびっくりしちゃった。人でも思ったんですけど、なんか結構こうやってこれでこすって洗うんですけど、なんか白っぽいのちょっと残ってる気がなんかしちゃって、これ使うと肌すごいしっとりして、お風呂出てすぐにつけなくても突っ張らないって良さがすごくあるんですけど、なんか残ってる気がしちゃって、最近はそれだと意味ないのかもしれないんだけど、なんか拭き取り化粧水とかして一回全部きれいにしてから化粧水とかつけるようにしてます。なんだろうね、なんか気にしすぎなのかもしれないけど、ちょっと詳しい人がいたらぜひコメントしてほしいんですけど、もしこういうのが残ってても全然逆に問題ないんだよみたいな、例えば毛穴とかにってことね、問題なくてむしろ肌にいいんですみたいな、そういうのだったら別に全然いいんですけど、なんかそこまで私もラッシュのこと詳しく知らないからどうなんでしょうね。もし詳しい人いたらぜひコメントしてください。化粧した洗顔モイストで、これは缶タイプで泡で出てくるやつです。でこれはめんどくさい時、お風呂入る前にメイク落としたい時に使うようで、洗面所に置いているタイプですね。次はですねミストになります。マドンナスキンのローズミストというものです。こんな感じですよ。これは本当にシャバシャバしているタイプなので、まあこれだけでは全然保湿にはならない、まあ大体のミストはそうですけどねっていう感じです。まあメイク終わった後にシュッとしたり、メイク前にシュッとしたりっていう風にも使えますが、主には私はお風呂から出てスキンケアするまでの間にシュッてするっていう使い方で使っているものです。まあ特別気に入ってるかと言われたら別にそういうわけではないです。で次こちら、こちらはミノンアミノモイストアミノフルシャワーです。はい、メイク前とかにもしたりするっていう話したと思うんですけど、これ1本でかなり保湿力がある感じなんですよ。結構でも噴射がのあれが広いので、結構ここら辺まで行くから
距離気をつけてください。これは本当に保湿してくれるので、メイクの上からはこれはしないです。メイクする前に使っています。私はすごい肌が本当どうしようもなく乾燥する人なんで、私がメイクしてテカっちゃうっていうのはしっかり保湿ができてないから余計に皮脂ができてくるっていう時なので、こういうの入れたり、まあ時間がある時はパックしたりもするんですけど、それからメイクして出かけると本当に崩れ具合が違います。この前のプチプラとデパコスの比較とかもやったんですけど、メイクの持ちどうですかっていうところまでが欲しかったっていうコメントがすごくあって、まあ確かにって思ったんですけど、まあなんかベースに関して言えば私も結構お高めのものの方が崩れにくいなっていうのはあるんですが、単純にメイクする前のスキンケアがかなり重要だと思って、まあ、パックしたりとかミスト吹きかけたりとか、まあ、夏場だったらしっかり毛穴引き締めてからメイクするとか、そういうなんか一手間を加えるだけで別に安めのコスメだってすごく持ちが良くなるし、まあ、要は肌に合うものを使えばいいんですよ。あとスキンケア、 SK2 ミッドデイミラクロエッセンスです。なんでミッドナイトタイプを使わないかっていうと、あれはスースーして寒いから冬場は使いません。あれは夏場です。で、これはいいところはこのサイズ感ですね。で、これの中身はほぼというか FTE と一緒になっているので、こうお風呂上がりとかにこれをやるのはもったいないなって思っちゃうの。化粧水入れちゃうからもったいないので、風呂上がりに使うようではありません。どっちかっていうと、メイク上からかけるものはこれにしています。ポーチとかカバンにも入れれるサイズっていうところがありますね。他は結構でかいので、これを持ち歩くのはちょっとっていう感じなので、あとスプレータイプだと旅行とかに缶なので持っていけないっていうところがあるので、そういう意味ですごくフライトの中だったり、あと持ち歩きにすごく向いているミストになります。なのでメイク上がこれになってます。拭き取りはもうこれです。 SK2 クリアローション。基本的に私拭き取りそんな使いません。拭き取りを使うときはいつか起きて朝洗顔が寒くてめんどくさい無理、そういう時はサボリーノか拭き取り化粧水で拭いて洗顔のステップを省く、もしくはさっき言ったようになんかちょっとまた毛穴に詰まってんじゃないかとか、なんかちょっと肌がゴソゴソするなとかそう感じた時に使う。なんかそんなに減らない、そんなに使わないステップが私は拭き取りです。そして導入、こちらオーセのバランサー R の方を使っていたのですが、これはかなりさっぱりしているタイプなので冬場に向いてるかと言われるとそんなに冬場タイプではない気がした。夏秋ぐらいまでかな、暑い時期とかはいいかもしれないけど、本当にサラッとしてて、まあそこの使い心地が好きだったっていうのもあるのですが、こちらは真冬にはあんまり向いてないのかなっていう感じで、逆に冬場こちらですね。結構私のスキンケアの中では定番になってきました、アルビオエクサージュアクティベーションモイスチャーミルク。私は2番使ってます。まあでも3プッシュなので結構減りが早いと言われているこちらのエクサージュですが、まあこれはいいよね。すごい私は乾燥するので、でも朝のスキンケアでは今は使ってないですね。夜のスキンケアの一番最初に使うものになってます。コットンにこちら3プッシュ取ってくるくるってしてから次に化粧水という形で入れています。でパックするならその次にパックを入れてます。はい、こちら最近あんま使ってなかったけどスキンケア見直してて出てきたんでまた使おうかなと思ってます。デイリーリバイビングコンセントレートってやつね。デイリー日中用のオイル、これは私はなんかブースターとして使う使い方いいよって、海外に行った時に購入したんですが言われたので、朝入れるオイルとしてまた使い始めようと思っているやつです。はい、デイリーで使えるオイルっていうね。しかもなんかこう匂いで本当に目覚めるというか、このちょっとキールズの香りってあるじゃないですか、ハーブっていうのかな、あれが結構私的に癒し効果のある匂いなので、朝これでまたね行ったらいいのかなと思います。乾燥するからね。